こんにちは、粟田洋介です。今日はご注文いただいた T シャツに実際に絵を描きながら、私が独自に考えた失敗しない方法についてお話ししたいと思います。それはもう簡単で、失敗しないって思い込むことです。失敗してはいけないって思いすぎちゃうと、頭も体も硬くなってしまって、緊張してうまくいかなかったり、そのことによって余計失敗したり、アイデアが浮かばなかったり、作品作りの工程が先に進まなかったりということがあります。なので私は最初から失敗しないんだと思い込むことにしています。失敗なんてことの存在すら忘れてるぐらいでちょうどいいんです。これは確か去年私が描いたもので、その裏に別の絵を描いてほしいという注文を受けました。こっちにもうすでに絵が描いてあるものですから、こっちを失敗するともう後がない、絶対に失敗できない仕事となります。で、私はいつも下書きなしの一発書きです。なぜそうするかっていうと、自分で絶対に失敗しないと思ってるからです。まずは T シャツにこの板を入れていきます。こんな感じですね。そしてこっち側の絵とちょっと関連するような感じで絵を描いていきたいと思います。で、なんとなくの構図を考えます。失敗をしないわけですから、こういうふうに後ろを向いて描こうと思いましたが、ちょっとそれはいくらなんでもやりすぎですよね。失敗っていうのは答えがあるから、その答えと違うことをやってしまうと失敗ということになるわけです。こんな感じで適当に書き始めたんですが、最初からどういう風に書こうって決めていたわけじゃないので、どういう風になっても最初から失敗じゃないんです。なんかここが細くなったので、ここを面白くなんか利用して書いていこうと思います。この注文の内容は、ここに4匹の猫を描くことで、その4匹の猫っていうのはそのお客様の猫だそうです。失敗したっていいやとか、失敗しても大丈夫、そういうふうに考えることもできるんですが、私はそういうふうに考えません。なぜなら、失敗したっていいやって思ってやると、私の場合はですよ、それほどいいものを描かなくたっていいや、そんな気持ちにもなってしまいかねないからです。なので、私が失敗するなんて絶対にありえないぐらいに思って絵を描いています。そういうふうに思って絵を描けば 99% 失敗しません。でも、こんなことを言っていてもちょっと失敗することもあります。でも、その失敗をどう対応するかということで、失敗作にはなりません。今ちょっと線がずれたんですけど、線がずれるっていうことは私は失敗だとは思っていません。塗料によって失敗だけど、簡単に治っちゃうんだから、これは失敗ではありません。私は絵を描いている時に、誰かがこの絵をどう思うとか考えないし、この絵を注文してくださった方のことすら考えていません。私は自分が描きたいように描いてるだけです。なんて失礼なやつだと思うかもしれませんが、その方が気に入ってくれるかとかって考えちゃうと、頭が固くなってアイデアが出てきてもこれでいいのかなって迷ったりして、迷えば自分らしさも出てこなくなります。この絵を注文してくださった方は、私らしい絵が欲しくて注文してくださったわけです。注文してくださったことのことを考えて、私が私らしい作品を描けなくなってしまう、そのことの方が注文してくださった方に対してもっと失礼だと思っています。私はただ好きなように絵を描いて、だから失敗しないんです。ちょっと書いてみて思ったんですけど、注文してくださった方のことって書くとき結構考えてますね。それで考えたからって言ってすごい硬くなって自分らしくなれないっていうわけじゃないんですけど、注文してくださった方とか、まあ第三者のことを意識しすぎてしまうっていうことが問題なんだと思います。意識しすぎて硬くなって、それで自分らしい絵が描けなくなっちゃうみたいな。だから意識しすぎたら、ちょっと自分が楽しむっていうことにフォーカスするといいんじゃないかと思います。
ここのところなんですけど、ここは黒猫なので黒く塗ります。ここはどうせ黒くこうやって塗るので失敗じゃないって言っていい範囲だと思います。思った通りに描けなかった場合はそれをどう修正していくか、修正できる範囲内であれば結果的に失敗ではないし、それを失敗と呼ぶか呼ばないかは私にとってどうでもいいことで、私にとって大事なのは満足のいく仕上がりになるということです。しまった、これ8割だ。途中で何度か失敗してもその失敗をどう対応するかということで失敗作にはなりません。やっちゃいましたが、今こすっても逆効果なので乾いたら後で直します。今みたいに腕に黒い絵の具が残ってたりするとこういう明るい色のところに黒がビリって混ざってしまいます。なので再び塗るときはちょっと筆を洗おうと思います。失敗するっていうか、失敗したと思っちゃうことの理由に完璧を目指しすぎちゃうっていうこともあると思います。過去の私がそうだったんですが、もう完璧に仕上げたいと思っているためにいくらやっても満足いかないんですよね。それどころかこれじゃダメだ、これじゃ失敗だってなっちゃうんですよ。でも今の私は完璧なんてものはないと思っています。完璧なんてものはないんだから、完璧にしなければならないと思えば、ちょっとしたことに気づくと、それが失敗だというふうに思うようになります。完璧にしなければならないと思っていた時に思ってた失敗っていうのは、失敗でも何でもない場合が多いと思います。今、東京高円寺の猫の額さんにて個展を開催しているんですけど、そこでお持ち込みの品に即興ペイントをしたりしているんですけど、ちょっと今回材料中に時間がなかったものですから、T シャツを持ち帰って絵を描いています。個展は6月5日まで開催していますので、興味がある方はぜひ見に来てください。詳細はこの動画の概要欄をご覧ください。こんな感じに完成しました。失敗ではなく、なかなかいい出来栄えになったんじゃないかと思います。自画自賛というわけじゃなくて、やっぱり自分の描いたものを自信を持って提供したいですからね。まあ失敗の反対は成功なんですけど、成功するといえば、まあお金持ちになるとか、地位や名誉を手にするとか、そういうことを思い浮かべちゃうんですけど、私はリーズナブルなお値段で絵を描いてたりとか、有名でもなければ地位も名誉もないんですけど、成功するっていうのはそれだけじゃなくて、私の描いた作品を何人かの人に喜んでいただくとか、まあ一人の方に喜んでもらうでもいいですけど、そういった一つ一つのことが地位や名誉を得ることよりも大事なことなんじゃないかなって私は感じます。たとえ成功っていうことがお金や地位や名誉を手にすることだったとしても、そういったことには変えられない大事なことっていうのがあるんじゃないかと私は思っています。まあね、仕事ですからお金儲けは多少しなければなりませんが、それと同時に人の喜びだとか幸せだとか、そういうことを大事にしながら絵を描いていきたいと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。